そう。うん。わかった。みんな、知らせてくれて、本当ありがとね。どうした、さっちゃん。怖い顔しちゃって。ああ、一番。電話、なんかあったのかい？うん。また、菜の葉のことでちょっとね。あの子が付き合ってる男のことが分かってきたの。なあ、確か桂川ってやつだよな。経営のコンサルやってるとかって。そう、うちの店の子たちが桂川を探ってくれてたので、さっきデート中の二人をキャッチした。その時の様子がこの写真。一緒にいる男が桂川だな。そう。なんであの子こんなうさんくさいのに引っかかっちゃうんだろう。まあそう言うけど、人間を見た目で判断するのはよくねえよ。じゃあもう一枚の写真見て。二人から少し離れて立っているこのグラさん、こいつは山下って男で、桂川の部下というより、はっきり言って用心棒ね。デートの時に用心棒を連れてるってのは、さすがに仇とは言いづれか。でしょ。さらに言うと、うちの店の子たちが彼らの話を盗み聞きしてきてくれたの。その内容がマジでもう最悪でさ、桂川は完全にヤバいやつだと思う。盗み聞きした話ってどんなだったんだい？桂川のコンサル会社、経営が傾いてるらしくて、あいつは菜の葉にお金を借りたがってるみたい。いくら？200万。デートで出る話題がでかい借金の相談か。でもまあ、菜の葉だって親父さん抱えてんだし、そんなもん断ったんだろう。それがね、父は施設が変わって菜の葉にも少しだけゆとりができたでしょ。実はもうすでに50万貸してたみたい。なのにもう200万貸せって言われてるの。合わせて 250？ ゆとりができたからって菜の葉はまだこの先も入り用なんだぜ。それは桂川も分かってる。でもあいつはどこからか菜の葉が乙姫ランドにいたと聞きつけた。何？それであの子にまた店に戻って稼いできてくれないかって。はあ？あいつは菜の葉が困っている時に何も援助してなかったくせにね。ていうか、うちの父が体を壊して以来、二人はもうあまり会ってなかったの。ところが菜の葉がソープで稼いだって聞いて、桂川がよりを戻そうと迫っているわけ。そんなの、菜の葉だってバカじゃねえ。相手にしなきゃいいだけだろう。菜の葉は昔、私の反対を押し切ってまで桂川と付き合いたかったんだよ。今はどうなのか知らないけど、あの男のことが大好きだったのは間違いない。200万の返事は保留にしたみたいだけど、最悪の場合またソープに戻るかも。信じられねえな。つか話聞く限り、桂川は完全にクズだぜ。自分の会社が傾いてるってのも怪しいもんだ。ただ菜の葉をしゃぶり尽くす気じゃねえのか。やっぱり一番もそう思う。なら私の目に狂いはなかったわけね。これじゃさっちゃんじゃなくても菜の葉のことをほっとけねえ。なんとか桂川と引き離さなきゃ、あの子も親父さんもいいように絞り取られちまう。でも菜の葉は私の言うことを聞きはしないの。7、8年前にも桂川と別れろって説得したんだろう。ん、その時に菜の葉と大喧嘩よ。さっちゃんはどんな風に説得したんだ。こっちも興奮してたからあんまり覚えてないわよ。それがいけなかったんじゃないのか。え？感情で解き伏せようとすると相手も感情で拒否するもんさ。今度はなぜ桂川と別れるべきなのかを落ち着いて理路整然と解くんだよ。要は言い方の問題さ。なるほどね。確かに菜の葉を興奮させたら冷静な判断なんて無理よね。いい助言ありがとう。落ち着いた状況で菜の葉に電話してみるわ。な、ごめんね一番。私の家族の問題なのに話聞いてもらっちゃって。菜の葉は乙姫ランドで一応同僚だったんだ。俺にも無関係ってわけじゃねえさ。
ありがとう。どうやらこのままじゃ終われねえな。俺にもさっちゃんのおせっかいが薄っちまったらしい。